はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日は久しぶりに栃木県に来ております。後ろに見えておりますこちら、とんどんちゃん2号店というマックスさんやね、ドラゴくんなんかもチャレンジしに来てるお店なんですけども、こちらのお店やばいんですよ。めちゃくちゃやばい。何がやばいかっていうと、こちらのねオーナーさんが大食い好きみたいで、こんな感じで4兄弟の混ぜそばチャレンジから7キロ、8キロ、ここら辺ね、サムギョプサル、お肉だけで 4.7 キロから 6.7 キロだとか、あとでもこう、10キロ超えてるお弁当全メニュー食べ尽くしチャレンジなんていう、もうかなりね、やばいチャレンジが揃ってるお店なんですが、まあ本日はさすがにね、一発目ということで、一番ね、重量的には軽めな混ぜそばのチャレンジをしていこうと思います。軽いっつっても、めちゃくちゃねこう重たい重量系の混ぜそばで 4.7 キロなんで、結構なパンチがねあるメニューなんですが、早速ねこちらのチャレンジメニューを挑戦していこうと思います。まあ若干話したりはするとは思うんだけど、基本的にはね全力でやっていきますね。はい、ということでただいまですね、店内に入っております。改めてこれルール説明をさせていただきたいと思います。今回ねこちら挑みますのは、この巨大な混ぜそばということで、先ほどねお話ししたように重量が 4.7kg で、このメニューがですね、この混ぜそばとご飯がセットで、重量に関してはご飯がね含まれた量になっております。制限時間が45分と、 4.7kg の混ぜそばが5000円で食べられるって考えたら、まあ、そもそもね失敗してもかなりお得なメニューではございますが、せっかくなので僕もチャレンジを成功させて、最後デザートにねクレミアソフトを食べていこうと思います。はい、ということでですね、ただいまメニューが到着いたしました。こちらがですねチャレンジメニューの混ぜそばでございます。で、先ほどねご説明した通り、こんな感じで 500g のご飯がついておりまして、このね混ぜそば、通常のメニューでも販売しているものなんですけれども、トッピングで紅生姜や福神漬け、カレー粉とね魚粉、この4種類が無料でトッピング可能みたいなので、一応ねご紹介としてお持ちいただきました。ちょっと実際ねチャレンジなので使えるかわかんないんですけれども、余裕があれば使っていきたいと思います。早速ねチャレンジを始めていこうと思います。ラスカルさん、いっちゃって3、2、1、ありがとうございます。いただきます。いただきます。なんかいいっすね、この太鼓の感じとか、マジで大会みたいな気分になってきました。いいっすね。いただきます。よし、ひとまずちょっとこれ野菜をね攻略していくのがミソだと思うので、うん、うん、はいさ、チャーシューいってみようか。あー、うまっ。うん、でも缶に野菜が入ってるわ。うん、うまこれ、ちょっと上のカメラで見えるかな、この野菜の量やばくない？もやしすっげえわ、これで、これ攻略していかないとやばい。
めちゃくちゃうまいこれ。あ、うま。あのね、これ G 系の混ぜそばっぽさももちろんあるんだけど、お店の店名の通りこのサムギョプサルだったりとか、あと本店さんの方では韓国料理なんかも提供されてるお店なので、なんかね、このキムチの感じとかその韓国っぽさ、そういったのもあって、なんかね、めっちゃうまい。すげえジャンキー。わー、うまっ。まあんまね、ちょっとうまいと言いすぎると案件かって言われるコメントがあるので、案件じゃないんですけど、控えめにね、心に留めておきたいと思います。うまっ。マジで箸が折れそう。無限に麺が湧き出てきます。いや、これちょっと13分やばいですね。もう10分経ってるんですけど、僕。13分9秒。やっぱすごい人は世の中いっぱいいるな。こんだけ混ぜそばがしっかりうまいと、ちょっとラーメンも普通に食ってみたいですね。食べてみて。絶対うまいもんな。こんな感じで、あの麺、具材はね、結構そこが見えてきましたね。で、ちょっと、まあ、さっぱりとね、紅生姜試してみますか。ということで、ただいまですね、具材がほぼ完食しましたんで、残りね、ご飯ですね。これは、まあちょっとね、汁もいかなきゃいけないので、これね、ちょっとご飯を混ぜてと、よっ。
よいしょ、うわ、締めうまそう、これ。カレー粉おすすめ。それはもう入れるしかないですね。じゃあこれね、ご飯の締めはカレー粉がおすすめってことなんですけど、カレー粉もいってみますか。カレーだ。あー、うまっ、うん、あー、チーズとか入れたいですね、これ。ちょっとちゃちゃっと、うまそう。ということで、大和ですね、混ぜそばのチャレンジ完了いたしました。無事クリアということで、残りの、ね、制限時間が15分と34秒、29分26秒かという結果でございました。めっちゃ腹パンパン。まあね、混ぜそばなんだけど、どうしてもお野菜が多かったりお肉が多かったりと、結構ね食感の強い具材がたくさん入ってるので、タイムを狙うのであれば、まあ、具材をね先に食べてから麺を食べ進めるみたいな感じの方が一番早く食べれるんじゃないかなと思います。どうしてもね最後に関してはこのタレのみが余ってしまう形になってしまうので、ちょっとねしょっぱさも感じる部分があって、それもね
ちょっと食べ方を考えないとなかなかねペースアップが難しいんじゃないかなと思います。16分台食べたマックさんとか13分台食べた方とかもね、あのね意味がわからん、全然、ね、意味がわからん。多分スピードを優先で食べ進めてもみんなが食べてる記録っていうのはもう頭おかしい尋常じゃないやばいペースだと思いますんで、まあね僕なんかの記録なんかは余裕で超えられると思います。我こそはという5キロぐらいだったらね食べれるよって方はねぜひこちらのね混ぜそば食べてみてください。またチャレンジメニューの他にもですね、もちろんメインメニューとして、まあ、通常のね並盛りなんかも混ぜそば、そしてラーメンなんかもございますので、そういったね普通の通常のメニューぜひね皆さんも食べに来てみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね最近ではサブチャンネルで活動も行っておりますので、そちらは概要欄の方からチェックしてみてください。ということで次の動画でお会いしましょう。じゃあね。